シルクです。マスイマンです。このメンバーといえば、まあ、ギャルってなんですけれども、まさかの第2弾が、うわー、やったー、ありがとうございます。じゃあ本当企画も始まると一緒なのかと思った。でもめっちゃバブになったから、なんか普通プライベートでもなんか仲良くできるのかな今後と思ったら、まさかの第2弾が決まったということで、最初で一回ギャルステメンバーで集まったんですけど、次はなんか旅行みたいな感じで、これから半期でもしてほしい、人数とかもバラバラで全然いいらしいので、どこにするとかメンバー決めていきたいと思います。はい。でもギャルステメンバーってなんかもう仲良くなりすぎて、なんか久々に会えたんじゃないですか。確かに、ヤッホーみたいな感じ。さっきあったよね。めっちゃ仲良くなりましたね。仲良くなりました。プライベートめっちゃ遊んでるわ。確かに。めっちゃ仲良くなってた。前回よりかは多分女の子同士ももっとやりやすくもなってるし、結構ね、あの日の撮影自体が15時間とか、全然結構長丁場でもなんか元気の子。みんな元気だったよね。そう。元気でした。久々会いたくねみたいなテンションで。なんか仕事とか撮影感はあんまない。確かに。誰がいいとかあんま分かんないよね。みんなで。みんなで。結局食べれる。ワンチャンそういうのでも多分いいと思う。いい。負けなくていいんだ。ギャルだからみんなウェブでとかでもいいし、ゆずはとミッキー君だけとか。半決めに関しては少人数だからこっちに誰かよこそうとか関係なく決めていきたいと思ってて、でもマーミだったら絶対相馬くんがいい。相馬くん。どうしたい？どうしよう。どうしたい？言われると。みんなが最初に絶対この人と組みたいみたいな人がいる。ちょっとやばいわ。じゃ
けます？うん、それでもずっとどっち、とりあえずコメント欄で見たヒカルさんは明治さんがいた方がいいっていう。あ、確かにヒカルさんと明治さんは一緒。あ、ケマサさんとミッキーくんのこと。ミッキーくんとケマサさんをこっちに入れちゃえばいいんじゃない？でもヒカルさんと明治さんの間に。そっちはじゃあ4人ってこと？4人。じゃあ相馬さん1人。めっちゃくちゃ結成じゃん。相馬さん行ってくる。もう行ってくるよ。じゃあそれでね、相馬くんが多分イービルさんの幸せキュンって感じ。じゃあ相馬さんに言ったら何でもいいってこと？何でもいい。これだね、完全に。何でもいい。投げ慣れちゃってるからどうすればいいか分かんない。こちらもぶん投げてみる。わかんない。続きがどうぞとかでもダメだよ、うちら託されてるから、ね、でもきっちり求めてるのか、できないって分かってるし、うちらができないこと、うちらできないってこと多分分かってるから、それか M なのかな、性癖ってこと、攻めたらしいってこと。あ、でも動画の後半で言ってなかった、ギャルに攻められたりとか。え、どうしてそんなこと言ってなかったの？ハプヒカルさんの射程みたいな
な感じで。綺麗いけって言われたらピッみたいな。走るみたいな。走るだね。はーいみたいな。めっちゃ言うけど。途中で呼び戻しとか、提案すればできそうっちゃできそうだから、途中でシャッフル。おお途中でシャッフルでもいいし、朝からの別れはこれで。で、一回相場さんと話しさせてみて、声が芽生えるのかとかっていい、うん、私のことだけにできてくれるのかねえ、ね、裏でドッキリ撮ってもいいしね、周り、うん、がすげえ、アピってみるみたいな、なんかアピってみるとか4時かかってもそうそうそう、今夜行けるとか裏でうちらがちょっと考えてるの面白いから、ね、いいかも、カニトラ、カニトラだよ、カニトラさんですね、まあ、トリマこんな感じで、まあ、ぶっちゃけうちらなんか誰がいいとかってそんななくて、みんな好きなんで、ぶっちゃけだったらみんなで行きたいんですけど、それはこれで、うん、じゃあ本編はお楽しみということで、はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良かったら X とアギャフのチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ガラさんの本編も見てね。バイバーイ。